こんにちは、ヘロンの数学チャンネルです。今日はボードゲームとかを作るときにほぼ必ず直面する問題について話します。その問題っていうのは、例えばマウスをクリックしたときとか、もしくはスマホの画面をタップしたときに実際どのタイルをクリックしたかを求めたいという問題です。まあぶっちゃけゲームエンジンとかを使えば自分で計算する必要はないんですけど、頭の体操だと思って気軽に見てもらえればと思います。では本編いきましょう。まず同じ大きさの正方形がこうやってずらっと隙間なく並んでいるというのを想像してください。でこの時、例えば正方形の一辺の長さが60なら、まあ、こんな感じのグリッドを作れますよね。ただし実際の長さは別に重要ではないので、適当な文字 W に置き換えておきます。さてここで XY という座標をクリックしたとします。ただ最初から一般の場合を考えるのはちょっと難しいので、XY はだいたいこの辺りの一点を指すとします。さてクリックされたのは一体どのタイルでしょうか。より正確に言えば、原点から見て X 方向に何個目、 Y 方向に何個目のタイルであるかを知りたいわけです。というわけで新たに2つの関数を定義しまして、 X 方向に何個目というのは関数 S、 Y 方向に何個目というのは関数 T で表すとします。すると今回は X と Y が具体例なので、S と T の具体的な数が定まりまして、 S イコール1となります。この不等式が一体どこから出てきたのかというと、マウスの X 座標がこの範囲にあるなら S イコール1だよねみたいな意味です。同様に T について考えると T イコール2であるとわかります。次に関数 S と T を、まあ、なんだちょっと強くします。どういうことかっていうと、 X と Y がさっきみたいな具体例じゃなくて一般の場合、つまり X と Y がどんな数であっても対応できる、まあ、そんな関数 ST を考えます。まあちょっと愚直すぎるんですけど、こんな感じで S が0となる場合、1となる場合、2となる場合っていうのを考えていくと、なんかちょっと法則性がありますよね。その法則を用いると関数が簡単になりまして、たったこれだけの関数となります。あ、ちなみに関数 T に関しても全く同様に考えられます。この関数をそのままプログラミングしたりしてもいいんですけど、実はこれはもっと簡単な形に直すことができます。実はフロアという数学で有名な関数があるんですけど、さっき苦労して作った関数 ST っていうのはほとんどこのフロア関数みたいなもんなんですね。なんでかっつうと、関数 ST とフロア関数の違いってこの不等式だけなんですね。しかもこの不等式って同値変形していけばフロア関数と全く同じ形になるんですよ。具体的には全部 W で割ります。もちろん W が0以下ならこの変形はできませんけど、まあ、W は正方形の一辺の長さなので0より大きいということでちょっと納得してください。で、不等式をここまで変形できれば、あとはフロア関数を用いて関数 S を表せますね。あ、ちなみに関数 T に関しても全く同様に考えられます。で、せっかく関数ができたから実際になんか計算してみましょう。じゃあ正方形の一辺の長さを100、クリックした座標を250の175としましょう。そうすると S が2、T が1であるとわかります。つまりクリックされたタイルが原点から X 方向に2個目、 Y 方向に1個目のタイルであるとわかったわけですね。さてタイルが正方形の場合ならさっきの方法が使えるんですけど、正方形ではない場合についてもちょっと考えてみましょう。ただしここからはちょっと難しいのと、あと正方形の場合に比べるとあんまり使う機会がないので詳しい説明は抜きで軽く紹介だけします。さてこのようなベクトル AB があるとき、適当な2つのスカラーの変数 PQ としましょう。そうすると PA プラス QB という式を用いてこの空間の全てのベクトルを表せるんですね。ところが例えば P の範囲をこうやって制限してやると、もはやこういう限られたベクトルしか表せなくなってしまいます。そのベクトルの集合を塗りつぶして表現すると、まあちょっとガバガバですけどこんな感じになります。そんでもってちょっと不等式を変えるとこうなるわけですけど、この不等式ちょっと見覚えないですか。実は正方形の場合とほぼ全く同様に関数 ST というのを考えられるんですね。ただ正方形の時と違って P と Q を求めないといけないので、それがちょっと手間ですね。試しに具体例を計算してみましょう。まずクリックした座標をマイナス60、120とします。で、ベクトル AB はそれぞれこういう成分とします。さて P と Q を求めましょう。
ベクトルが混じってるので、ちょっとめんどくさそうに見えるんですけど、この方程式は本質的には、連立一次方程式なので、その形に直してあげれば簡単に解けます。二つのベクトルが等しいと言える条件は、対応する成分、水準の等しい成分が等しいということなので、この場合は左辺と右辺の第一成分が等しい、かつ左辺と右辺の第二成分が等しい。その条件を連立方程式の形で書いてあげれば解けます。と思ったらちょっと計算がめんどくさいので、A と B の成分はここで代入しちゃいます。そうすると P と Q が求まって、で、それをもとに S と T も求まりますね。さて、今回の動画は以上です。動画説明欄からサンプルプログラムを遊んだり改造したりできるので、ぜひそちらもご覧ください。ではご視聴ありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。では。